2021-22 シーズン第25戦、ギブス・スー
Thank you.
のファール、個人ファール1、チームファール1つでシュートモーションディフェンスのファール、あるいは2本のフリースロー、2ショット。
決してのファール、個人ファール1、チームファール2つ目。アレオンズ6番、ナイスター選手、27番、鈴木選手、スーツ17番、杉本選手、25番、ジェレス選手に。先ほどのファール、シュートモーションに対するファールでした。スーツに日本のフリースローが与えられます。Let's go!
マリオンズ11番ナイジェル・スパイス選手のファール、個人ファールにチームファール4つ目。スープフォーでリスタート。Thank you.
スーツ25番ジェレレ・ライト選手のファール、個人ファールにチームファール1つ目。先ほどのファウル、まずはイブスーツ25番ジェレル・ライト選手にパーソナルファウルが宣告されております。個人ファウル3、チームファウル達成。そのパーソナルファウルの後にアリオンズ・ライジェル・スライス選手がアンスポーツマンライトファウルを判定されております。まずはパーソナルファウルに対するペナルティー、日本がアレイモンズで与えられます。続いてアンスポーツマンライトファウルに対するボーナスショット、ギフスーツに日本のフリースローが与えられます。トゥーショット、
スーツ34番ジェイス・ジョンソン選手のファール、個人ファール1、チームファール5つ目。シュートモーションに対するファール、アレオスに2本のフリースローが与えられます。グッショーズ。Good call.
第2コーナー残り4秒を切っています。90秒間のオフィシャルタイムアウトです。それではここで今シーズン Gスーツを応援していただくドミルパートナー、ゴールドパートナーをご紹介します。まずはドミルパートナー、製造建設株式会社、株式会社東京スカリー、イグナイタスサプライ株式会社、株式会社中国銀行、ビットロケット株式会社、田中崎株式会社、日経人共済生活協同組合、小野田金融、続いてゴールドパートナー、早川製鉄工業株式会社、新宝鉄株式会社、CCL 株式会社、ドルフィン株式会社、朝日工事株式会社、クラブ株式会社梅田商業、その他多くのパラパラ様にご協賛いただいております。今シーズンもゲスースをよろしくお願いします。10番村橋渡選手のファール、個人ファール1、チームファール4つ目、スーツ7番野田選手、
Let's go! Super! Cool!
シュートの処理に対するファウル、スペースに2本のブレースローが打たれます。トゥーショット。
5番ガズ選手、27番鈴木選手に、Thank you.
株式会社、CCI 株式会社、医療法人ベリア平安会計室、アンカー、第一コンサルタント株式会社、サラシナ、DJ ベント株式会社、小島工業株式会社、ひだまり工業、株式会社ハイブリッド、マルシ株式会社、キッズ旅行株式会社、株式会社グランハウス一級建築事務所、笠松競馬、ホッスタリズ事務所、R 市民法律事務所、株式会社アイマチレイ、株式会社キレト、株式会社 AI アプリ、加藤建設株式会社、サンドサッチを有名会社、株式会社デザインプラス、株式会社スチームに、アイドル育成動画総合保険株式会社、その他多くのパートナー様にご協賛いただいております。本日もキッズスーツをよろしくお願いします。Oh,
説明した場合、個人ファーリー、チームファーリーとして、スーツ33番、原川選手に、
第4クォーター、残り5分を切っていきます。90秒のオフィシャルタイマーです。さあ、皆さん、最後まで盛り上がっていきましょう。
レオフ17番石原勇気選手ファール、個人ファールにチームファール4つ目。Thank you.
リオンズ37番、渡辺拓海選手のファール、コチンファースさん、アリオンズチームファールが5つを送ります。スーツに生き物のブリースファールが入ります。どうしよう。Thank you.
それでは本日の MVP 聖望建設賞の発表です。本日プレゼンターを務めていただきますのは聖望建設株式会社南光取締役社長宗宮剛様です。大きな拍手をお迎えください。それでは発表いたします。本日の MVP財務状況だとかアリーナの基準だとかそういったことをクリアする必要がありまして、
期待に応えられ